そうたい。だけん、どやしようか、もう、ママサンバレーの大会の日はもう車何台かでみんなで乗り合わせて行った方がよかかなとは思っとったよね。もうなんかあっちにもあんまり駐車場がないってな。できるだけまあ5台から6台ぐらいでお願いしますって言われとっとったよね。駐車場がないけん。か。うん。こか。そうそうそう。だけどうちは1台出すけど、坂本さんのところもさ、うん。こか。あとでさ、あとであの駅まで送って。行ける？出しとって、それで。うん。だけど、うちと坂本さんのところで、まあ、10人ぐらい乗るけんね。あと、田中さんのところが来らすならね、田中さんのところの車も大きいけんね。乗り合わせで行けるけどね。くて。だけん、そうそう。まあ、あとはちょっと連絡する？もう、ちょっと乗り合わせで、何人か車、うん、出せる人が聞いて。はいはい。うん、わかりました。はーい。ちょっと、ひろちゃん！ひろちゃんって！何？なんで、なんで、なんで、お母さん電話しよったって。え？なんで？なんでしなくて。うん。駅まで送ってやって。いつね？いや、後で駅まで送ってなって言ったよ、俺。後で無理よ、お母さん。この後すぐ行かなきゃ、お客さんのところ。いやいや、行け、大丈夫、大丈夫、みたいな感じやった。違う。電話しようだけ後から聞くっていう、別に大丈夫って意味じゃない。そこは、電話の話しながらあんたの話も同時に聞けんでしょ。だけ後から後からっていう意味で、はいはいって言うただけだ。行けるって言う？無理無理。この後、お客さんとこ行かなきゃ駅までなんか送れんて。ちょっとやめて適当に言うの。あとそれ食べんでよ。そのお父さんがつまみで買ってきてらっしゃるやつだけ。いや、これも OK っつったやん。電話しよったけん、あとでって言いみたい、そのオッケーなんか言うとらん。お父さんがつまみで買ってきとらすけんがもう、勝手に食うな。いや、もう。食うなって。な、電話せ、自分でお父さんに。はぁ、適当に言わんといてくれる？適当に言わんといて、じゃあ電話しよるときに話かけんでくれる？一旦、じゃあもう電話ちょっと一回やめてでいけるやん。違う。もう、ママさんバレの今度の試合の打ち合わせしよったってだけ。そか、同時に2個も3個も話聞ききらんもん。お母さんが悪いとかな。おー。いや、あの感じ絶対いけると思うで、普通は。待っとってね、ちょっと待って、ちょっと待ってが、もう、はいはい、うーんに聞こえたんだろうね。ならもうお互い様だよね。ダメ、無理です。食べるならお父さんに聞いてください。チャンネル登録よろしくね。